はいはいえー、とただいま、えー、と録画をお返しいたしました、はいえーと。それではですね、あの本日もあのオンラインセミナーの、えー、日本語教育とソーシャルメディアにご参加くださいましてありがとうございます。はいえーとはい、今日は第4回目になりますね。第4回目は、えー、こちらに書いてあります通り、えー、アウトプットとやり取りということについて、えーまあ、簡単に最初に20分ほど僕の方があのお話し をあのさせていただいて、えー、っとその後20分ぐらいあの、グループで意見交換、そして最後の20分でまた全体の質疑応答ということにさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい。えーうん、まずですねあのあの、先月はインプットについて、あのちょっといくつか。 あのお話しさせていただいたんですけど、インプットとアウトプットにはとても大きな違いがあります。でそれは、そので、特にソーシャルメディアを、あのでか,かつ公開して使うときはですねあの、えー、インプットの場合は、あんまりセキュリティの心配はほとんどないんですねあの、そもそもアカウント作らなくたっていろいろ読んだりできます。 ただあの、アウトプットの場合は実際にアカウントを作らないとアウト,アウトプットできないこともあります。っていうかそ,そ,のそれがほとんどなので、えー、でそうすると、ですねあのセキュリティの心配というのはちょっと出てくるんですね。えーでまあ、それについては、実は来年の最初の、あのまあ、来月あの詳しくご紹介させていただきたいので、今日の中ではあんまりあの、えー、と詳しくは取り上げないんですが、ま,まず、その、 インプットとアウトプットは、ソーシャルメディアを使う上では大きな違いがあるということだけあの念頭に置いていただければと思います。あ、すいません。ちょっとこの右下のですね、えー、っと、あの、このスライドの URL が間違ってます。すいません。あとで楽し,正しいのを、あの、えー、っと、ソーシャルメディアのスラックの方にちょっと投稿させていただきます。すいません。今ちょっと、えー、っとですね、これは、これだとちょっと皆さんにご紹介できないかな。あの、ちょっと今、じゃあ、 えっと、こうやって慌ててるのが全部あの録画されてるってのが悲しいんですけど、えー、ちょっと待ってくださいね。今、えっ、ー、と、チャットボックスに正しい、えー、スライド、あ、ダメだ。すみません。じゃあちょっと後で、えっ、ー、と、えー、すいません。後でスラックに載せます。すみませんでした。<laughs> はい。えー、この,あのスライド間違ってました。はい。えー、っと、うんはい、じゃあもう早速ですね、あの、アウトプットの活動例からちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。えー、っと、 もう簡単なのからどんどんあのいくつかご紹介していきたいんですけど、最初はですね、やっぱりインスタグラムがいいと思うんですね。なんでインスタグラムがいいかっていうと、あのえー、そこに必ず写真があるからです。で、写真があると、あの実はですねあの、もうそれに対する説明がすごく断片的なものでもあの、自然な投稿になるわけですね。えーうん、例えば、その、 あのまあ、いただきますっていう言葉もですね、これ、ツイッターに書いたらほとんど意味ないですけど、そこにあの食べ物の写真がですね、これから食べる写真があって、それでいただきますって言うんだったら、もう、あのまあ、実際にあるんですよね、インスタグラムではすごくたくさんこういう投稿があります。えー、それから例えば私ですっていうのも、文字だけだったら意味ないですけど、そこに自分のセルフィーの写真があればあの意味がありますよね、あのここにいますとか、大好きですとか。 えー、悲しいですとか、そういうのも、えー、全部写真があればあの、えー、自然な、あのー、投稿として成り立ちますが、写真がないとこれらも全部あの断,片点断片的すぎてあまり意味がないというそういうものになります。まあ、例えば文系を使うのに、文系シラバスでですね、えー、文系を教える場合も、例えば私の何とかですっていうときに、えー、そこに私の国ですとか。 私の町です。私の学校です。私の家です。私の部屋です。私の家です。私の弟です。とかですね。こういうのをのもう毎日一つずつとか投稿してもらったら、もうこういうのは本当にすごく自分の,あの文脈に合った内容になるので、えー、<laughs> でかつ非常に簡単な文系だけであの、かつ毎日同じでもいいんですよね。あのここにいますってとかいただきますっていうのは毎日同じ文、あの 例文でも、毎日同じ文章でも、写真が違ってればあの投稿する意味があるしあのあ、今日はこれを食べてるんだなって、ほかでまたコメントがついたりしますので、はい、あのそれあのこういう、えー、反復的なアウトプットにとてもいいです。はい、で、えーと、アウトプットの,あの初級の後半ぐらいになってくるとですね、えー、まあ、 あのツイッターは、えっと、写真も投稿できますが、あの写真を投稿しなくても、文字だけでも投稿できる、そういう意味ではツイッターになるんですね。なので、えー、その映像でのサポート、映像での補助をなくして、文字だけで、言語だけで、えー、投稿するという段階があ、それができるような段階になってきたら、えー、その場合はツイッターがいいのではないかと思います。であのハッシュタグっていうのは確かあの前回 えっと、あ、すみません。ちょっとですね。はい。ツイッターで、あの、文字化けして、<laughs> 参加できないという人がいらっしゃるので、ちょっと30秒ほどお待ちくださいませ。はい。えー、っと、この、えー、っとですね、なんで文字化けするんだろうな、半角だけなのに。はい。今30秒だけお待ちくださいね。はい。えー、っと。 大丈夫かなはい、えーはい、今送ったので多分大丈夫でしょう。はい。はい。えっ、ー、とー、ハッシュタグの話してましたよね。はい。あのですね。えーうん、あ、ちょっと待ってなんかまたトラブってる人が。あ、ちょっとスラックでもすみません。誰か、あの、えっ、ー、とですね、今、えっ、ー、と、スラックでちょっとトラブっても、これ僕のダイレクトメッセージなので。 僕しか読めないですね。ちょっと待ってください。すいません。はい。えー、っとですね、じゃあちょっと今話しながらあのしますがあの、えー、ハッシュタグっていうのは、あのこの、えー、っとシャープみたいな、実はシャープとハッシュは違うんですけど、あのこのシャープのような、えーうん、マークを入れて,その後にてあの、その後のキーワードが自動的にリンクになるんですね。で 同じトピックに興味があるけど、それまで知らなかった人とつながることができます。なので、えー、こあのアウトプットの初級後半ぐらいになってくると、えー、こうしたあのハッシュタグを使った投稿というのは非常に、えー、有効に使えるようになってきます。はいえー、ちょっと待ってくださいね。えーと あもう一人、変だな。申し込んだのに届いてないっていう人がちょっと何人かいらっしゃるんですね。はい。はい、大変失礼しました。はい。うんはい、で、えっ、ー、と、初級の後半になってきてですね、一つこの言語の学習用にすごく重要な、かつあの効果的だと僕が思っているアプリの一つにあの、ハロートークというものがあります。えー、これはですね、あの iOS でも Android でも使えますね。確か、えっと、ブラウザでも使えるんじゃなかったかなあ、ブラウザじゃ使えなかったかなえー、っと、要するに、例えば僕がですね、あの、例えばタイ語を勉強しているとして、で、そしたら僕がタイ語で何かを、えー、ここに投稿したら、それをですね、あのタイ語のネイティブが、あのー、コメントしたり、あの、添削をしたりするように、えー、してくれる、そういうサービスなんですね。これ、昔はですね、ラングエイトっていうのが、あの、とても有名なのがあって、 まあ今でもそれはあのいいサイトなんですけど、新しい人があの入れなくなっちゃってるんですね。えー、なので今ではこのハロートークを、えー、お勧めすることがあの僕は多いです。はい。<laughs> はい、でですねあの、アウトプットの,あの初級後半でできるもう一つのこととしては、あのまあ、今日の後半ですねあの、どうやって日本人とつながるかっていうちょっとご紹介しますけど、あの日本人とつながった後に、 まあ、日本人と限定しなくてもいいです。日本語話者。他の日本語話者とつな、えー、がった後に、その個人のメッセンジャーあの、個人にメッセンジャーアプリで、えー、コミュニケーションをするというのも非常にいいと思います。これがいいところは、あのえー、あのオープンではないわけですよね。メッセ,メッセージっていうのはあの1対1、基本的には1対1。まああのえー、とグループメッセージとかグループチャットとかもありますけど、あの 1>, えー、1対1だったりするとあの、どんな間違ったりしても、それがその、えー、恥ずかしくないので使いやすい、初級後半のまだ文法的にミスとかが多いような、そういう段階でも、あのこうしたメッセンジャーアプリというのは非常に使いやすいのではないかと思います。はい、で初級後半になってくると、ですねツイッターがいいですよと言いさっき言いましたけど、じゃあ例えばどんなことを書けばいいのかというとですね、あの ツイッターのこ、あのーまあ、初級後半レベルでツイッターでおすすめする内容としてはですね、あんまりその、えー、込み入ったこととか対人関係を気にしないで済むような内容がいいと思います。なので、基本的には、その、相手の意見に賛同するような内容。あの、えー、で、あの、なんていうんですかね、自分と興味とか、えーあのー、趣味とかが、 似ている人にあの、えーっとまあ、賛同するコメントをあの投稿するというのが一番最初はやりやすいと思います。賛同するだけだったらあの内容もすごくシンプルでいいんですよね、えー。いいですし、理由とかもわざわざ書かなくても、あのその通りですねとかだけでも、あの 1あの一つの投稿として意味がありますから、はい、あの初級後半ぐらいではあまり難しいことは言わないで、まず賛同するコメントをお勧めしています。で、8年前にですね、2011年に僕があの実際に授業で作っあのこういうあの授業で使っていたスライドがありますので、ちょっとこちらでリンクを貼っております。えっ、ー、と、今ちょっとすみません、スライドを共有できてないのであの、ちょっと申し訳ないんですけど、これ、後ほど皆さんもこのスライド自体をご所あの共有しますので、そこからこの、 えー、8年前のスライドも開いていただければと思います。ツイッターでですねあのあの便利なことの一つは、えーっと、同じ表現を検索して、それをですねたくさんいっぺんに見てもらう教材を使いやすいということですね。まあ、これ、先月も申し上げましたけど、でこれで同感とか賛同を示す表現を集めましたというのも、これも僕がですねあの8年前に作った、教材として作ったリストなんですけど、でこれも。あの えー、こちらにありますので、後ほど見ていただければと思います。はい、で中級以降になってくると、えーっとまあ、あ,のある程度のです、ね、長さがやっぱり書けるようになってくるわけですよね。でそういう場合は、あのブログを開設して、えー、SNS でシェアするというパターンがいいと思います。あのカナダの例では、えー、カルガリ大学の、えー、ヤン先生がですねあの、作文ボードという、あのえー ブログを開設していらしてで、そこに、あの確かそこ,はそこはですね、多分その一つのブログが共同運用できる形になっていて、であの、学生さんたちが自分で投稿していたというように僕は認識しています。えー、それも必要でしたら後ほど URL をご紹介します。さまあ、えっ、ー、とね、日本語作文ボードだったかな。それもあの、の多分検索すればすぐ出てくると思いますし。 わ、えー、からなかったら僕が後ほどご紹介しますね。で、僕がですね、今のところ、あのえー、こういう授業で扱うときに、あのまあ、もしですね、たった1つだけ選ぶとすれば、このブロガーという、えー、ブログのホストサービスをあの僕の場合はご紹介しています、まああの。ブログの場合はですね、実はツイッターとかフェイスブックとか違って、あのかなり操作があの煩雑になってくるんですね。 でその時にあに、日本語でしかメニューがないとあの、結構使いにくいんですね。ですので、えー、このブロガーの場合は、結構ですね、メニューの言語はいろんな言語に対応してるんです。もちろん日本語でもあの使えますし、この各内容とは別に画面上に表示,表示されるメニューの言語ですね。例えば投稿とか、投稿になっているところが言語をあの英語にすると、それがポスト。 にあの変わるとかですね、そのように、その使用する場合、人の,あの見るメニューの言語が変えられるので、これはお勧めしています。それから、まあ、時々不具合があるんですけど、でもやっぱり、あの運営しているのは Google なんですよね。なので、やっぱり、まあ、あの比較的安定しているサービスだと思っていますし、えー、っとそうですね、ユーザーも多いですね。 ですので、すす。今ののの今ところころブロガーをあのおすすめしています確かカルガリー大学、ヤン先生の作文日本語作文ボードもブロガーを使ってらっしゃるんじゃないかと思います。はいえー、でそれで,です、ね、さっきあの初級だとまだ賛同ぐらいがいいって言いましたけど、まあ、中級後半とか上級ぐらいになってくるとあのその社会的な、えー、表現とかですね、待遇表現とかがあの出てきますよね。 でそういうときには、あのまあ、僕がお勧めしているのは、意見の合わない人に、あのきちんとその、えー、なんていうんですか、その相手の感情を傷つけないような表現を使って反論する、そういうのがあのできるようになってくるのが、あのやっぱり、まあ、中級の前半だと難しいと思いますけど、まあ、上級レベルとかだったら、もうそういうことも教えなければいけませんよね。なので、えー、そういういには、あの それをそのキャンドルステートメントのその、えー、目標として目的で、目的として使うのがいいと思います。で、実際に、あまあ、これも、あの、えー、っと、3年前、す、え、み、ー、ま,ません、えー、もう8年前ですけど、に使っていた授業のスライドをあの3回分ここに共有しているので、これも後ほどご紹介していただければと思います。はい。ではですね、すみません、ちょっとあのもう時間がもうあっという間に、えー、なくなってきていますが、あの、 一方的なあのアウトプットではなくて、やりとりをするときにはどうすればいいかということをちょっとあの次にご紹介したいと思います。えーっとですね、まず、ツイッターとかインスタグラムで相手を探すのには、あのストラテジーとして2つですね、えー、気をつけていただきたいというか、あのそこを押さえるとすぐ友達ができるというのをちょっとご紹介したいんですけど、まず1つはユーザー検索ですね。でユーザー検索をするときには、えー、<laughs> 自分に関するキーワードを 相手の言語で検索するという、えこの,あの方法がとてもいいです。まあ、例えばあの僕あの、先月ですね、僕がタイ語であの日本語という意味の言葉をキーワードにして、あのツイッターであの人をフォローしたという話をしたと思いますが、これがまさにそういう感じですよね。僕は日本語教師ですから、えー、日本語っていうのはもちろん自分に関するキーワードです。で タイ語を勉強するときには、それをタイ語に翻訳して、日本語っていう意味のタイ語で、そのユーザーを検索、ユーザー検索するとかなり日本語に興味を持っているタイ人のユーザーを見つけることができます。それともう一つのスト,ストラテジーは、えー、専門アカウントのフォロワーをフォローするっていうことです。これどういうことかっていうと、例えばですね、これはあの日本タイアカデミーっていうのはこちらの上の方の、えー、ツイッターのアカウントで、下の方は 優しい日本語っていうんですけど、えり先生っていう人が主に対語で、えー、日本語の,あの意味なんかをあの、えー、発信しています。で、これはですね、本当に専門アカウントで、僕が作っているアカウントとかは、あの僕の例えばミドゴンパパっていうあのツイッターのアカウントありますけど、それはもう本当に僕の個人のアカウントなので、えー、日本語教育にあんまり関係しないこともたくさんあの。 書いてるんですね。昨日はそのスター・ウォーズ見に行ったみたいな話も書いてたりします。だけど、専門アカウントっていうのはそういうのが全くないですね。えー、ですので、そういうのを、こういうアカウントをフォローしている人は間違いなくえ日本語に関心を持っているタイ人だと思っていいと思います。んでもないかな。はいえー、とタイに関心を持っている日本人がフォローしていることもあります。僕も,僕もそうですけど。はい、なのでまあ100、100%間違いなくそうだとは言いませんけど、でも、 えー、こういう専門アカウントをフォローしている人のほとんどは、えー、そのターゲットになる人たちなんですね。なので、これもツイッターの場合も、その人のアカウントを開いて、えー、フォローとフォロワーっていうのがあるんですね。なので、フォロワーというところをあのカチッとクリックすると、えー、その人たちの一覧が出てくるので、えー、それをもう一挙にダーッとフォローしてしまうのもいいんじゃないかと思います。 あとはですね、これは主に Facebook を念頭に、えー、しているんですけど、の <laughs> Facebook のコミュニティであで日本人と友達になる、えー、ためには、ですね、あのこれ、文化によってもうすごい違うんですね。あのえー、ともういきなり知らない人がそのあのダイレクトメッセージを送ってくるような文化もありますし、えー、ダイレクトメッセージは起こって送ってこないで、いきなり友達申請をしてくるような。 えー、文化もありますでそれはもうかなり文化によって違うのですで、えー、日本人はそういうことをするとあまりあの、まあ、かえって警戒してしまって友達になれないことが多いですよねなので、えー、日本人だったらどうすればいいかっていうようなことをあのステップ、まあ、ここでは6つのステップに分けて説明しているんですけど、えー、こういうことをあの、えー、授業できちんと扱うということもあのとても大事なんじゃないかと思います、まあ、ここで書いてあるのは フェイスブックを、そのさっきと同じように自分の専門などに関するキーワード、あ、キーワードじゃない、キーワードですね。これをあの日本語に翻訳してあの、コミュニティに検索する。これはなんで日本語に翻訳するかっていうと、その学習者の立場で書いてあるからですね。はいえー、で、まあ、例えばたあの、タイ人だったら、タイとか、まあ、タイマッサージとか何でもいいですけど、あるいはタイの,あの格闘技なんて言いましたっけあの、えー、忘れちゃったけど、まあそういう、あの えっとそういうタイに関するキーワードを日本語で、えー、検索してコミュニティを探すわけですね。でそこで探したら、あのまずはあのしばらくはあのい,い,、ね、いいねだけをする期間を作って、でその後にあとに、まあいい、いいねをするとみんなにもう大体あの認知されてくるんですよね。特にその発,言してくる発言してる人には。なので、えー、コミュニティ上でコメントと質問をして、で最初はやっぱり賛同とかがいいですよね。であと、助けてあげる。であの 自分より詳しい人がいたら質問する、もう積極的に質問するっていうのは、とても友達を作るにはいいです。はい。で、えー、質問に答えてもらったら、ダイレクトメッセージでお礼を送るといいです。で、あのその時に、その、その時のダイレクトメッセージ、まあ、ダイレクトメッセージは1対1のメッセージですよね。他の人には見えない。なので、より個人的になるわけですけど、そこにどうしてああいう質問をしたんですみたいなことも書くと、さらにそれが自然な感じになりますね。で、それに、 返事が返ってくることもありますし、返ってこないときもあります。返ってきたらもうそこで一歩進んだと思って、特に1対1の関係のコミュニケーションをソーシャルメディアでしたっていうことはもう、あのー、なんていうんですかねか。少なくとも日本人の,あの多くの感覚では、まあ、友達リク,スリクエストを送っても大丈夫な関係なのではないかと思います。で、えー、さこのお礼のメッセージに返事が来たら友達リクエストを送ると。 であの、リクエスト、リクエストボタンっていうのが Facebook はあるんですけど、それを押すだけではなくて、あの、えー、友達リク,リクエストを送らせていただきました。よろしくお願いしますとかですね。えー、そういうメッセージも添えると、えー、より良いと思います。で、えー、そのリクエストが承認されたら、さらに、えー、ご承認くださりありがとうございましたというメッセージも送って、で最後にこれ大事なんですけど、リストというのにも、えー、表示、登録しておくといいです。で、このリストは、これ Facebook とか、えー、っと、 今は Facebook が来たな。昔は Google プラスっていうのにもすごくいいリスト機能があったんですけど、Google プラスはもうなくなってしまいました。で、えー、Facebook のリスト機能っていうのは、例えばこの場合で言えば、日本語話者とか日本人っていうのを一つのリストにするんですね。で、えー、あの投稿するときに,に、そのリストだけに共有するという形で投稿することができますので、でそ,あのそこで日本語を書いたら、えー その人たち以外には読まれないわけです。例えばですね、今日こちら、この、あのー、Zoom に今参加していらっしゃる方、日本人がほとんどですよね。で、あのー、僕もですね、なんでか知らないですけど、日本人に自分の英語を見られるのがすごい恥ずかしくて、ちょっと嫌なんですね。で、あのー、もう本当にくだらないことをですね、テレビの感想とか、そういうくだらないことを Facebook であの英語で書いてたりすることもあるんですけど、そういうのを多分、 ここでご覧になった人は多分いないんじゃないかと思います。なんでかっていうと、ここにあの日本人は僕はみんな日本人っていう、えー、リストに登録してるんですね。なので、僕の友達の中で日本人以外の人に共有するという、えー、そういうパターンでいつもあの英語で書いているので、あのまあ、そういう意味でこのリストに登録するというのは非常に重要です。はいはい、ではですねあの、ちょっと僕の方のプレゼンはここまでにさせていただきたいと思います。あもうちょっと過ぎちゃいましたね。はい じゃあ、ここからルグループディスカッションを20分ほどさせていただければと思いますが、えー、と知らない言葉があったらぜひ確認してください。あれちょっと待ってくださいね。ディスコードの話は、すいません。あ、すみません。ディスコードに関係する、あのー、スライドはちょっと一度作ったんですけど、削ってしまったので、これはいいですね。はいえー、なので、今日はあんまり難しい言葉はなかったと思いますがあの、もしあったらグループの中で、あのー、確認してみてください。 で、今日実際にご紹介したような方法を授業に使ったことがある人は、そのグループ内で共有していただければと思います。で、えー、と疑問に思ったことをですね、えーあ、今聞いてよく分かんなかったこととか、そういうことを共有してください。で、解決できなかったら、後で全体の質疑応答の時にあに、僕の方で対応させていただきますので、共有していただければと思います。2番と3番は、後でそのメインルームのチャットボックスに共有していただきますので、 えー、そのために初期を決めていただければと思います。はい。えー、ではですね、今からグループを開きますが、まだ、えー、っと、グループに参加されてない方が、はいはい、えー、っと、あ、高等教育が、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、加藤浅子さんはどこがいいんでしたっけ じゃちょっと、あの、あはい、えー、ちょっと、飲ますかね。すみません。フリーランスが一人しかいないので、すみません。あの、その他のところに入っていただきたいと思います。はい。あ、でもこれでちょうどその他が四人になりましたね。はい。うんと。はい。えー、じゃ高等教育が六人いるので、じゃ一人を、えっ、ー、と、 あ3人3人にしますね。じゃあね。高等教育、はい。えー、っと。村上先生、すいません。これの授業があるので、私、ちょっと抜けさせていただくわかりました。はい。じゃあ、日本語教育は1人になっちゃうな。<え>じゃはい。えー、っと、すいません。えー、っと、<laughs> 大丈夫ですよ。はい。じゃあ、日本語教育の海さんは、んと、えー、っと、人数が少ないと思う。日本語学校がなくなっちゃうんですね。日本語学校がなくなっちゃうので、すいません。高等教育のところに。 海さん、移動していただければと思います。ていうか、僕のほうでやりますから大丈夫ですよ。はい。すいません。はい。じゃあ、松崎さん、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございました。はい、はい。失礼します。はい。では、それでは今、えっと、12人しかいないですが、あの、4人と3人と4人ということになりましたので、えー、っと、これでルームを開かせていただ、あ、すみません、加藤さん、えちょっと待ってください。じゃじゃ加藤さんも、あの、あ、そうか、その他が、えー、っと、 あ、じゃあですね、すみません。フリーランスの、えっ、ー、と、八木さんはあの、高等教育のところにすみません、行ってきなのその他が四人になったので、すみません。はい。じ、え、ゃ、ー、フリーランスの、えっ、ー、と、ちょっとね。フリーランスの、えっ、ー、と、八木さんが、えっ、ー、と、高等教育に、はい、これで四人ずつになりました。はい。では、ただいまから、えー、部屋を開きますので、そうですね。えっ、ー、とじゃあ、とりあえず二十分で、えー、お願いします。はい。 はい、ただいま開きましたはいはい、えー、じゃあ僕も動きたいと思いますえっと NP の人がいるな はい、じゃあ、高等教育に入ります。INFP がいる。ここも入らない。 よけ。あ、こんにちは。あれ。あ、こんにちは。はい。私グループ変わ。っすいません、海さん、すいません、あのね、あの、実はちょっと NP の人が。二つ、あのグループが、あの、分かれてしまっていたので。ちょっと交換させていただきました。すいません。はい。はい。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。お願いします。僕はちょっともう、時計に出ますので、はい。皆さんでお話しいただければと思います。はい。あ。 どなたかが初期をしなくちゃいけないんですよ。はいはい、どなたか初期できる人いますあ、じゃあ私します、一応。<laughs> ありがとうございます。私はします、はい。はい 話し合うトピックのスライドをもう一度出していただけませんかあじゃあです、ね、はい、じゃあ今コピーしますね。はい、えー、っと、はいはい。じゃあ、これを皆さんに、えー、っとですね、ブロードキャストでじゃあ皆さんに送っちゃえばいいのかな これで今見えてます。うん、でも一応、あ、の、あちらにも書きますね。はい。はい、見えてます。見えてますか。はい。えっと、どなたか知らない言葉があった方はいらっしゃいますか。大丈夫です。大丈夫です。ですあ、す、さい<ぐ>、最初五分ぐらいちょっと<あ>。遅れてしまったんですけど、はい、最初どんな。<laughs> お話があったんでしょうか<あ>、えっと、ツイッターの多分終わりぐらいに入ったんですよ、ツイッターのお話の。その,その前で特に。じゃ今今ですね、すみません、あのうん、僕の方でえっで、と、あれを出しましょうかあの、スライドをちょっと共有しますので、少々お待ちくださいませ。あと ツイッターに関して2回ほど、えっと、先生がお話しくださったので、初めの方のツイッターだったか、2回目のツイッターだったか、ちょっとあれなんですけど。うん、ツイッターの話の次は何言ったかなあれハロートークのお話は聞かれましたか、うん、聞きました、聞きました。はいあ。じゃあその前のツイッターの話だったら、えっと。 えっと、一番初めの初級のもっと初めの頃にインスタグラムがいいというお話があったと思いますので、きっと後からあのスライドを見ていただいたらいいかなと思うんですけど、今、チャットボックスにペーストしましたので、はい、もしご興味ありましたら、そちら開いてみてくださいはい。あは じゃあ、えー、と話し合わなければならないことに関して、えー、とちょっとお伺いしますが、えー、と今日、えー、と紹介したような方法授業に使ったことがある方はいらっしゃいますか、えー、と要するにツイッターとか、えー、とインスタグラムとかブログですねあとは、えー、とそのようなものですねいかがでしょうかいえ、yeah. 仕ないで私もまだないです。ですうん、そうです。あの私は一応あるのですが、えっ、ー、とブログのサイトとあとえっ、ー、と何でしたっけ？インターネットラジオ？のようなもので音声でえっ、ー、とやるものなんですけれども。ですね。ただえっ、ー、とこれは先生にちょっとお伺いしたかったんですけど。はい あのすごく、えー、とじゃジャンクのものが多くなってくるというか、ははい、はいワードプレスというプログラムでやっていたんですけれども、承認を出,す出さないと,その、えー、と、要するに交換するコメントとか意見とかもこうパブリックには出,出ないようにしてある、要するに変な、なんですか。あの ポ,ポルノのなんかせ、宣伝とか、はいはい、そういうのが来た時にこうあの出せないようにするためにでその商品をいちいちあの上の人というか結局私が見て削除したりとかをしなくちゃいけないのがすごく大変であの、大変だったなっていう記憶があるのですが、うん、それでちょっと今はそれはもうやってないんですけれども、えー、とそういうののた対策とかが。あの なんて言うんですかね、そのやってみた感想としては、えー、とちょっとそういう SNS で一番こう難しいのが、そういうのがちょっと大変だなっていう、あの、ハロートークではない、えっ、ー、と、ラングエイト、あ、はいはい、違います、ごめんなさい、ラングエイトじゃなくて、えー、<は>エクスチェンジ。はいはいね えっと、あの人と人をつなげるためにその、えっと、先生がおっしゃったのはあの、まあ、インスタグラムとかツイッターとかあとは、うん、えっとそういうフェイスブックとかでこう知り合いの人をあの増やしていってどちらかといえば多分このコメント欄で知り合いになっていくというパターンだと思うんですけれども。うん えっと、私がそういうのをいつもやっているのは会話のクラスだったので、うん、口頭で話してほしいという思いからどうしてもこう人と対面式で会って話してほしいっていうのがあって、うん、でそれで、えっと、そういうエクスチェンジとかっていうプログラムだと人と会う会うというか話せるというのでそれを使ってたこともあるんですが一応あの。 学校の方からもらも勧めれてただやっぱり変な人がいるっていうので、はい、特に女性の学生たちがみんな、うん、ちょっとやっぱ怖かったっていうのをあの普通にやっぱり普通にただ日本語が話したいだけなんだけれどもなんかこうちょっとやっぱそういうのがあるっていうのでちょっと最近はそれもちょっとあのこ個人でやりたい人はどうぞみたいな形になっていてあんまり進めていないんですが、うん、その辺はいかがですかあの、えっと 最初の方のそのブログのあれですよね、スパムコメントっていうのはそれもですね、あのだいぶあのフィルタリングっていうのができるようになってきていてで、さっきそのブロガーをご紹介したのもそ,のそれが結構いいからっていうのも1つなんですよねあのもうあのつまらない、あのてかもう明らかに宣伝用のスパムっていうのはだいぶ表示されないようになっています。ですけどその えと今僕が、あそうか、僕のも最近はなくなってきたの,ですそはあの今僕が使っ自分のメインの個人のブログで使っているのは、シーサーネットっていうんですけど、そ,それも最近急にそういえば気がつかなくなったので、もしかしたらフィルタリングがうまくできているのかもしれませんけど、一時はですね、もうそのかなり、えー、スパムのコメントが <laughs> ついてましたの、ね、で、消すのはちょっと大変でした。はいはい、なので、まあ、その辺んは、まあ、ちょっといたちごっこのところがあるんですけどね。 えー、なんですけど、まああのー、フィルタリングが、その会社によっては、特に Google みたいなそのフィルタリングを上手に使っている会社のものを使えば、それほど大きな問題ではなくなるかもしれませんね。あと,その、えー、と、これもですね、実は来月あの、ちゃんとお話ししようと思っていたんですけど、そのあのもう変な人っていうのはやっぱりいるんですよね。で、それはそのオンラインでもオフラインでもやっぱりいるので、だけどその、オフラインよりもオンラインの方がいいのは、あの そういう人を簡単にブロックできるっていうことなんですよね。<laughs> なので、えはい、あのもうあの、とかくもうブロックは基本の基本。で、はい、もうとりあえずブロック、ブロック、ブロックであの、僕も1日にですねツイッターとかあの、もう本当に何人も、1日だけでも何人もあのブロックしてます。はい、なので、あのまあ、そうやって少しずつ快適な環境を作るといいんじゃないかと思いますね。はいうん、では、かつそのい、はい、来月にもちょっと申し上げるんですけど、それを自動的にやるようなツールとかもいくつか開発されてますので。 はい、そういうのも使われていいんではないかと思います。はい、あ,ありがとうございます。私はとりあえず言ったのですが、他の方は何か。すみません。ツイッター、えーと,はい、とかインスタグラムとかフェイスブックとか、こうアカウントが必要なものってこうでしょうあの、アウトプットとしてクラスで、なかなか全員にアカウントを作ってもらうというのがちょっと自分では。 なななかなか踏み出せないんですが、うん、あのえそれはその皆さんがデバイスを持ってないからとかそういうことですかいえ、まあ、携帯電話はもちろんあるんですけど、うん、あでも一人ではこう何か LINE ができないとかなんか不具合があ,のある学生もいてあのクラスでは基本連絡のために LINE グループは 作ることてあなやっているんですけれども、うん、それでもなんか作れなくて LINE に入れなかったり、うん、かあの何かこう、まあ、スマートフォンを持っていても不具合が生じてなんかインストールできなかったりとかそういうものがあるので、うん、ちょっとクラスでみんなで一斉にやるのはちょっと心配だと思いますなところかな。 あの、まあ、僕だったら、もう、その学生さんの中に結構、いうあの、なんていうんですか、もう、そういうオタクっぽいっていうか。あの、ギーキーな、ギークな人がいたりするので、もうそういう人に、あの、振ってお願いしちゃったりすることもありますけどね。もう、あの、そういう人は、もう、すでにな、あの、経験があったりするので。あの、あ、そういう時でサポートしてもらいやすいんじゃないかと思います。あと、でも、まあ、でも、どうしても無理だったら、その、それは、もう、その、えっ、ー、と。 そういういまあ環境的にまだそういうのが整ってないような状況もあると思いますけど、そ,そういうやり方の一つとしてはあの、クラスで一つのアカウントを作るとかですね、そういうやり方もありますね、それで、あのー、ちょっとね、時差がちょっとたっちゃうんですけど、あのえー、と学生が書いてきたのを先生がポストするとか、あるいはまあそれをその一人だけじゃなくて、何人かその班長みたいな人に、あの やってもらうとかですねそういうやり方もあります、はい、あ、そうですねはいそれだと持ってなくてもインプットだけだったら一応全員見られますもんねそうですね、はいはいはい。で、どういうコメントがついたかっていうのもわかりやすいと思います、はい、ありがとうございますはいはい <laughs> えっ、ー、と、どうそうですね あとは <laughs> すみませんなんか司会みたいになってちょっとうまくできないんですけど <laughs> すいませんなんそっちょ司会申し上げさせてくだいいやいやそうじゃちょっともうえっと他にはえっとあはいどなたか何かおっしゃいましたか。 じゃあすみません、もう一つ私ちょっとお聞きしたいとか伺いたかったんですが先ほどのもので、えー、えと何でしたっけちょっと状況になってきた時に、はい、あの少しこう、はい、えと反対コメントを出すようながいいんじゃないかっていうのがあったんですけれどもあ結構あの相当難しいんじゃないかとちょっと思っていたんですが <laughs> あ日本人同士でさえ、なんかこう、うん すごいこうあのやっぱ字のコメントであの実際に話すわけじゃないコメントでかなりあのちょっと見ん越しになってしまうというかこうヒートアップしてしまうのを何度も見ていて結構あ怖いなと個人的には思っていたのでそのいくらこうみんながこう同じようなグループであのルールをたくさん決めていたとしてもそういうことが起こったりするのでそれが余計に多言語であの結構 結構なチャレンジじゃないかなと思ったのですがはい、あのあの実際その、えー、結構なチャレンジだと思います。なので、中級だ、まあ、さっき中級後半って言ったけど、まあ、ちょっと上級って言ってもいいかもしれませんね。はいまあ、ただその、あのー、せっかくですね、そのなんていうんですかね、多様な考え方。 思っている人が日本語でね、あのツイッターとかで使ってくれているので、そういう時にあのあのそういうことができるっていうのは、そのまあ学生さん個人のためにもなると思うし、その自分の文化について誤解をされないようにするとかですね、そういう意味でもその学生ほ本人のあのためにもなると思いますし、それがそのツイッターのもうちょっとその健全な、あのなんていうんですかねお、お互いを理解する。 ことにもやっぱりつながると思うので、僕はまああのー、まあああの少なくとも僕の教室ではあのそういうのを取り上げてますね。はい、で,でかつ、ですねあのこの授業していた時はもうあの、えっときは8年前でそのエジプトでですね革命とかがあった時代なんですよね。でその、えー、もうすごく本当に大きな誤解をしている人とか多くて、えー、でか,かつまあこれからもですねそういうもういも本当にヒートアップしちゃって喧嘩とかになりやすい、もう国同士もそうなので。 でそ特に日本と韓国とかですね、そういう今本当になんかばかばかしいことがいっぱいあるので、それをそのソーシャルメディアのところでもうちょっと普通に、あのなんてんですかね、そのお互いを相互理解できるように、その僕たちが働きかけていくっていうのはとても意味があることじゃないかと僕,僕は思っています。はい、あとそのだ,だけどそれさっきも言いましたけど、その変なやつはすぐブロックするとかですね、うん、そういうのと両輪で あの、それはした方がいいんじゃないかと思いますね。ははい。はい、じゃあ、あと2分ぐらいなので、<laughs> ちょっとじゃあ、一旦すみません、僕別の、別の部屋をちょっと、はい、え覗いてまいりますので、いはい、失失礼礼ししまます。す失礼。ありがとうございます。はいはい 見ましょうと思ってをするなんか悪口ツイッターに初めて入ってあのアプリまでダウンロードしてしたんですけどちょっと難しい気がするんです <laughs> なんかあっちこっちからいろんなお知らせが届いてなんかわあこれどうしましょうみたいな感じなでああそれあのツイッターの通知ですよね <laughs> それあのそせ設定できますので あのもう、面倒くさいときはもう全部オフォローしてると思いますよ。<laughs> ああ<ー>、はいはい。そう、なんかいろんな関連でどんどん入ってくるから、いやー、これ、どうしたもんかしらと、思ってたんですあの、それと、その、あのあんまり興味ない人はフォローしないで、あの、うん 今日さっきちょっと言ったんですけど、リストっていう、リストので、あで管理しておくと、いいですね、そういう通知もあんまり少なくなるしなんか、もちろんフォローも何もしてなかったと思うんですけど、ちょっと見たのは、村上先生の、なんでしたっけ、行動中心アプローチから、いろんな、そうすると村上先生をフォローしてる人たちなのか、よくわからないけど、そういう人たちの、もどんどん。 入ってくるので、なるほど。これ見ないといけないのかなって。やめ、ね、見なくていいです。見なくていいです。<laughs> うもうそれは本当にあの自分で好きなものだけ見ればいいですってっ。確かにねはい、はいう。難しいなぁと思うけす、はい、<laughs> それぐらいですかね。 あとその誰か、あどうぞどうぞ、大丈夫です、大丈夫です、ででもないです<の>、うん、例えば僕をフォローするときとか、誰でもいいんですけど、うん、そ,のその人が RT にリツイートしたのは表示しないとかですね、うん、そういう設定にしておくと、だいぶ減らすこともうちょっとじゃあ、チェックしてみます。 はい <laughs>、はいはい、じゃあすみません、もうあと1分ぐらいですので、あもう,そう時間がたはいはいよろしくお願いします。<ー>もう僕が出てからすぐあの、1分で切りますというのを出しますから、はい、はい。青木さん、こんにちは、すみません。 もしかしたらすぐ、あれ、ちょっと待って。はい、あ、もうすぐ皆さんいらっしゃいましたあと、もしかして強制的に切れちゃいましたかね。皆さん、自主的に出てきたんですか強制的に終わっちゃいましたあ自主的にあ自主的に戻りました。はいはい、自主的に分かりました。はいはい、じゃあ,あ、と22秒で他のグループの方もいらっしゃいますから。<laughs> はい うん、はいじゃあ今時間ですので皆さんが戻ってきたんじゃないかと思いますはい皆さんお帰りなさいませはいえっとではですねえっとちょっと待ってくださいねはいあの あれえー、と今あの、チャットボックスの方に、あの今日のスライドを、えー、貼り付けておきましたので、一つのグループではあのご紹介したんですけどあの、他のグループの方にはご紹介できなかったので、今、えー、チャットボックスの、えー、はい、はいえー、僕のスライドを見ていただければと思います。はい、で今あの、えーと、その他のグループの方が、はいえーあの、書き込みしてくださってますね。ありがとうございます。はいうん えっと、事業に使ったことがある人は、はいはい、ちょっと待ってください。あ、これじゃないか。はい。えー、とっと、すいません。はい。あ、作文指導で使ったと、Facebook でも使った。えっ、ー、と、はい。なるほど、反転授業が難しいことがあると。はい。えっ、ー、と、事業とは関係ない部分での利用のみ。連絡だけでも、まあ、あの、役に立ちますよね。 ワッツアップでのグループとか、えー、っと、Facebook や WhatsApp は利用しやすい。授業では使っているのは見たことがないと。えー、っと、クラスのレベルがそこまで進んでいないので、日本人が、日本人とつながるまでは行っていないと。はい。えー、っと、うん,ん同じことに興味がある人でもいきなりいいねは押せない。いい,いねは押せないですかね。<laughs> あ、そうですか。あの、えー、っと、まあ、コメントとはね、まだちょっと抵抗があると思うんですけど、いいねは別にもう、 全然押してもいいと思いますよ。ってか、そのためのボタンですからね。はい。はい。えー、はい。学生抵抗ないのかそっか。僕はあんまり実は抵抗あるっていうのは聞いたことないんですけど、人によってはあるんですね、きっとね。はい。ありがとうございます。えー、っと、あ、そうですね。まあ、そういうので、あの、はい。友達にならないけど、いいねだけの関係とか。あのね。いいね、いいねからのコメント。いいねしてから、えー、っと、コメントするという、そこに移動するのがハードルが高いと。なるほど。はい。 あ、ストーリーの使い方ですね。ストーリーはあの消えちゃうやつですね。Facebook で言うと。はい。これはあの、えっと、チャット、なんだっけ。Snapchat っていうあのアメリカの若い人がみんな使ってる、えー、あの、メッセンジャーが本当にそういうやつで見ると消えてしまうというやつですね。で、これと同じのが、あの、Facebook でも使えるようになりました。はい。疑問に思ったこと。えー、っと、Facebook の友達になる手順。えー、っと、友達になる手順っていうのは、 あれですかね、具体的な操作方法でしたら、後ほどちょっとご紹介できるかもしれません。はい。えっ、ー、と、あと、その実際のステップを踏んでいくっていうのは、さっき、あの、スライドでもご紹介させていただきました。はい、えー、ちょっと待ってくださいね。メッセージを送らない。疑問に思ったこと、をメッセージを送らない。何回もありがとうございますはない。えー、そうか。 いきなりいいねは日本人じゃない。そうなの。そうなんですか。はい。すみません。あの、私がか <laughs> あの、ちょっとだけ、一言だけちょっと、あの、はい、メッセージを。えっと、なかなか送るのが難しいって話だったと思うんですけど。はい,はいはいはい。友達になる手順で、あの、はい、手順の中にメッセージを送るっていうのは出てきたけど。はい、まあ、いいねとかし、あ、ダイレクトメッセージはなかなか送らないね。という話。だったと思います。で、いきなりいいねを。しちゃう。のはいけるかな。あ、えっと、この。 ごめんなさい、そもそもの FB の Facebook の,の友達になる手順という人によってきっと違うんじゃないのかなという話からいろいろあれが違うこれが違うとかただあれはあの、えー、と同じグループのあさこ先生が、えー、とあれは基本的な日本人の手順ですということでいきなり「いいね」を押しちゃったりして自分は日本人じゃなかったということをおっしゃっていてあ,あれが日本人のやり方なんですねという話をした。 感じです。すいません、お邪魔しました。なんかこんなのですのすみません、断片的です。はい。え、いきなり友達リクエストしちったいきなりいいんですか？いきなりいいね。あれ違います？違います。え、違うって手を手を振ってる。違うからごめんなさい。違うようです。はい、はい。あの、いきなり友達リクエストしちゃったっていう話じゃないのかな、ごめんなそういう話ではなくて。そうですか。すいません。あ、ごめんなさい。はい、そうそうでした。いきなり友達リクエストをするのが日本人じゃない。はいはい。え。 あのまあ、そういう、多分そういうことを思ってる人が多いののようなので。ごめんなさい,はい、はい、間違えました。はい、あ、分かりました。はい <laughs> まあ、そういう時はいいねみたいに、ステップの低いところからだんだんステップアップしていきましょうということです。はい、えー、っとですね、あ,のーはい、あとはほには、そう、フェイスブックはあまり人気がない、特に若い人にはちょっと人気がないですね。はい、で、インスタが若い人、あとスナップチャットとかですね、あの若い人に人気があります、ね。あとディスコードっていうのも、えー、最近若い、特にゲームをやる人に人気があります。はい で、あのはい、そうか。はい、あの、ツイッターはですね、難しくてお知らせがたくさん届くっていうのがあります。これ、さっきもちょっとグループで話しましたけど、あの、ノーティフィケーションの,あのセッティングっていうのがありますから、そこで、あの、全部オフにしてしまうと、本当に静かになりますね。はい、はい、えっと、こちら、高等教育の方の青木先生のいらしたグループですね。はい。成績に関係ないとやらせない。なるほど。はいはい。あの、そうですね、Facebook、はい。うん。 なフェイスブックで休みの日とかについて投稿してもらうと他の人も反応してくれると。はい、で、個人で LINE を交換してその、その後もつながっていると、はい。評価はどのように、まあ、そうですね特にクラスの外に広がっていた場合、あのそう評価を定量的に評価するのはちょっとかなりめんどくさくなってきますね。はい、えー、と で特にそのクラスの外に広がっていった場合とかはもう、あのまあ、例えばスクリーンショットを送ってもらうとかで、えー、それでいいんじゃないかと思いますね。あんまりその多分、あの先生にその内容まで報告しなければいけないというふうに思っちゃうと、あの学生さんもあんまり書きたくなくなってしまうことがあると思いますので、えー、そうですね。あのうんでも まあ厳密に言えばですね、それはあの何文字書いたとか、そういうところまであの評価できれば、まあ、でもそれがいいことなのかな、僕、あんまりいいことではないかと思います。はい。なので、正直な話、あんまり厳密な定量的なあの評価には、まあ、ちょっと向いてないところはあると思いますよね。でも、どうしても数量化しなければいけないとしたら、もう本当に回数とか、あるいは何人友達ができましたとかですね、そういう形でやることしかできないとは思いますが、ただ、僕、個人的にはあまりそれは、 あのー、こうしたソーシャルメディアで勉強するときの、なんていうんですか、そのあのまあ本質的な評価方法とはだいぶ距離があるような気がしますね。はいえーはいまあ、あるいはもう最後にレポートを書いてもらうとか、そういう感じかもしれないですね。はい、でそこから何を学んだかとか。どのように添削してあげるのか。はいあの あ添削はです、ね、あの先生がしてもいいですしあの、ハロートークとかで添削してもらうと、逆にです、ね、あの先生の手間はだいぶあの下,げ下げられますでその、えー、最終的には先生も添削した方がいいと思うんです,けどですけど、例えばテニオ派とかですね、そういうところは別に教師じゃなくても、あの母語話者だったら誰でも添削できるという、そういうレベルの添削もありますからで、そこはハロートークとかで添削してもらって、その後で教師が目を見て、 あちゃんと見てあの、教師じゃなければできないところを添削するというふうにあの分けるとあの、教師の負担もだいぶ減らせるんじゃないかと思いますね。はいえー、毎回投稿するか程度の記録のみにす,、えー、すべきかあ毎コース。毎回するか程度の記録のみにするか。えー、っとですね。なのかな、はい、あ あのすみません、ちょっとあのその次にハロ,ハロートークなどで作文を書いてもらっちゃうようなことはないのかってありますけど、いや、それは、まあ、さっきも言いましたけどあの、むしろいいことだと思います。あのハロートークで、えー、添削をしてもらうっていう、そういう能力もとても必要ですし、えー、そういう外部のアウ,アウトソースの力あのを利用するスキルというのは僕は伸ばしていくといいと思います。はいあはいはい、えー、っと、そうですね。 ブログのスパムコメントとかについてもちょっと話をしましたまあそうですねあの入れないっていうその不具合とかがちょっとあったりしますので、はい、学生に分かる人あのギークな学生さんにそれをお願いするというのではないかということをお,、ね、あのお話し,しましたねあそうあのはいはいえ NP じゃないですよね。はい、NP じゃないので、ちょっと名前出しますけど、八木さんが前、ツイッターであの書いてらっしゃったのがすごく印象的でしたね。なんかあの、えーと、ポルトガル語を勉強する気がなかったけど、そのフォローしていたら、どんどんいつの間にかポルトガル語が上手になって、頭の中でもうポルトガル語で考えるようになったというふうに、八木さんが以前書いてらっしゃいましたね。はい、はい。もう本当にそういうのが、そのソーシャルメディアを使ったあの語学習得。 の一番典型的な方法だと思います、はい、えっ、ー、と、あとは <laughs>、まあ初級だといいねを押すぐらいになってしまう。はい、でも、まあそれでもですね、まあ今日はアウトプットっていう話なんでちょっと違いますけど、でもいいねを押すかどうかを決めるっていうだけでも、少なくともインプットの練習にはすごくなるんですよね。えーはい、なので、あのとそれだけでもすごく、あの <laughs>、段階をおあの、段階に沿って、えー 適切な日本語を使っているという理解はできるんではないかと思います。はい。まあ、そうですね。インプット中心に使ったらいいというのは、まさにそういう意味ですね、うん。はい。外国で、外国語で投稿した人にね、時にネイティブの人にいいねをしてもらうと本当にうれしいっていうのはありますね。これはね。はい。あはい、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、えっと、 もうここで、えっ、ー、と、もう他にじゃあ,あの質疑応答がありましたら、ちょっと今、ここで、えっ、ー、と、お答えさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。お時間がないので、えっ、ー、と、早いもの順で。うん。はい、ないですかね。それじゃあ、ないようでしたら、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、あの、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、また、はい。 えー、僕のスライドをシェアしますので、ちょっとあの最後にお知らせがございます。はい。今の画面をシェアしますね。えっ、ー、と、こちらかな。はい。じゃあもうこれ最後なんですけど、えー、ちょっと待ってください。はい。えっ、ー、と、はい。じゃあ来月の予定と事後アンケートとハッシュタグですね。あの、来月は、あの、今日も最初にちょっとご案内しましたが、あの、 アウトプットするようになってくるとあの、学習者のセキュリティについてですね、えー、安全について、ちょっといろいろ不安に思ってくる方がいらっしゃると思うので、それをについてあの中心に話したいと思います。えー、カナダ時間で1月17日、えー、日本時間だと1月18日の朝ですね。はいであのー、来月も Zoom に参加される方はもう一度ご登録ください。で最後に、あじ、事後アンケートがあります。これをですね、えー、と今、はいあのー、アンケートの URL をチャットボックスにコピーしますので、えー、少々お待ちくださいませ。はい。アンケートの URL をただいまあの、えー、チャットボックスにコピーいたしました。ぜひ、もう本当に10秒で終わりますので、あのコメントなければ10秒で終わりますので、ぜひ、えー、お願いしたいと思います。で、えー、っと、もう一つはあの、まあ、いつも申し上げてますが、えー、っと、ハッシュタグですね。ハッシュタグ、ツイッターを使っていらっしゃる方は、ぜひ、ハッシュタグの JFT、えー、日本語教育とソーシャル、あ、切れちゃったな。すみません、えー。ハッシュタグがまた切れてしまいました。ごめんなさい。はい、切れてしまったので、はい、えー、わかりました。はい。あ、スラックに入れてないという方がいらっしゃるので、じゃあちょっとこの後、スラックにあのご招待を、えー、お送りさせていただきたいと思います。はい。えーと、それでは、あの本日はここまでですね。 あれすみません、これちょっとあれが間違ってますね。ごめんなさい。最後のあの11月20日の、えー、っとこれ間違ってます。実は1月8日にあのエ戸キャンプっていうのがありまして、えー、それの、あのあ、ー、それについてこちらに書いたつもりだったんですが、ちょっとうまくいってなかったようでした。はい はいえー、それでは本日はあのここまでとさせていただきますあの皆様あのー、本日はご参加くださいましてありがとうございましたぜひですねあの次はい、あの1月4日の江戸キャンプにもぜひご参加していただければと思いますはいそれでは本日はどうもありがとうございました失礼いたしますはいはいありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございましたございましたありがとうございました失礼します失礼しますはい。 すありがとうございました失礼しますはい失礼しますはい、えっと今録画を止めますねどうやって止めなきゃはい